の方から紹介させていただきます。会津は中島のソースカットでございます。いらっしゃいませ。茨城の皆様に、ぜひね、うちのカットも味わっていただきたいと思いまして、参りました。どうぞよろしくお願いします。上州は太田焼きそばですよ。焼きそばは太田、車はスバルですからね。いらっしゃいませ。はい、ラブフォー。よろしくお願いします。ご当地グルメサミットIN金沢やってまいりました。はい、ありがとうございます。我々皆様の縁を取り持ちたい甲府鳥もつ煮を今日明日と提供しております。よろしくお願いいたします。鳥もつ煮も初金感食感のハーモニー、ぜひ皆さん、はい、お荷物にお食べください。はい、ご賞味ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、甲府の鶏もつ初めてですか？初めてです。どうですか、お味は？タレがすごい濃厚で美味しいです。照りよく絡んでて、八千代町は白菜生産量日本一、年間6万2000トンを生産しておりまして、その名産の白菜を使ったメンチカツを今回初めて作ってみたわけです。さっぱりした味わいで、こう胃もたれしない大変ヘルシーなメンチカツですので、ぜひともご賞味いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。続く焼きそばです。いらっしゃいませ。お決まりでしょうか？那珂湊焼きそばは50年続いてます。美味しいから50年続いてます。ぜひ那珂湊にいらしてください。美味しさに自信があるから、いよいよ満を持して、ごめん間違った、噛んじゃった、ごめん、満を持してと言いたかったんだけど、はい、美味しさに自信があるから満を持して、いよいよ B1 に挑戦したいと思っております。なんとしても地域活性化につなげていきたいと思ってます。よろしくお願いします。那珂湊焼きそば食べていらっしゃいますよね。はい、どうですか、お味は？美味しいです、もちもちしてて、麺がもちもち、なんか普通のとちょっと茹でてあるみたいな、ね、茹で焼きそばみたいな、美味しいです。はい、町おこしで始めたコロッケ14年目になります。手作りで、全て愛情を込めて作ってますので、とても美味しいコロッケですので、ぜひ種類も豊富にございます。一押しはリンゴコロッケで、新たにできた、今日ちょっと持ってこなかったんですけど、龍ヶ崎共通のライスコロッケ、これがとても今評判で、ね、お野菜、米粉を使ったクリームコロッケで、その中に舞茸とか、レンコン、ごぼうなど入ったとても美味しいコロッケで、今徐々に評判になってきてます。すいません、今日は龍ヶ崎市からやってまいりました、龍ヶ崎ホルモンです。みんな龍ヶ崎商工会青年部の部員一同で、みんなそれぞれ業種は違うんですが、今日この日を楽しみにやってまいりました。これは焼き台も部員の鉄工所で作りまして、タレは龍ヶ崎市の醤油工場で、県の醤油の品評会で金賞を受賞したタレでやっております。トマト、ネギも地元産にこだわりまして、龍ヶ崎には食品加工センターがありますので、そこの新鮮なホルモンを使用して、龍ヶ崎の町おこしとして活動しております。ぜひご賞味ください。美味しいただきましたよ。どうもこんにちは。皆さんこんにちは。ご存知、水戸の新美気グルメチャーシューバーガーでございます。いかがでしょうか。ここ、笠間のグルメサミットに水戸代表で今参加しております。皆様売り切れごめんでございますので、どうぞふるって、ご参加ください。水戸チャーシューバーガーよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後が700円のお返しです。どうぞ900円です。今回お返しします。笠間の稲荷寿司、お蕎麦が入っていたりくるみが入っていたり、地元ならではの美味しさです。ぜひ皆さん召し上がってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日明日、茨城県笠間市の笠間芸術の森公園イベント広場にて、こちらのご当地グルメサミット in 笠間が開催されております。
なんと本日は水戸ご当地アイドルかっこかりさんや、明日になりますと下地の皆さんも遊びに来てくれますよ。こちらの会場では ABC の3つのコーナーに分かれております。 A コーナーは頑張って福島茨城コーナーです。福島県からは4店舗、茨城県内もたくさんの店舗が出店されて、たくさんのグルメをお楽しみいただけます。はい、次に B のコーナーですが、こちらは B1 グランプリコーナーとしまして、笠間の稲荷寿司をはじめ全国各地で B 級ご当地グルメで町おこしを行っている団体からなる IB リーグに加盟している団体が7団体出店してくださっています。普段はいただけないような美味しいグルメをぜひご賞味ください。続いて C コーナーは地元笠間市内観光 PR ブースコーナーとなっております。地元笠間のご当地グルメや茨城県内の PR コーナー、そして笠間焼きの販売などをしております。福島県や栃木県宇都宮市の出店もしていただいております。ぜひ皆さん茨城県笠間市に遊びに来てください。